カーデス打ってないもんね。ダメだね。いやいやいや、ダメだねじゃないですよ。諦めてると当たったりしますからね。おあえあ、ちょっと待った、これ確定役か、これ確定役じゃねえか。なんだよなんだよ、さあ普通に右上がりきなかった。どうでしょう、そうだよ。255、あ、ほんとだほら、朝一出やすいでしょ。あー大して変わんないね、いつもと。あ、どれだかある。いいだいいだ、やばいよ、これ50の可能性高いよ。えわまだやれるね、28なら。凱旋ル、凱旋ルの凱旋はあるあるある、ほんとあるあるあるなのかな。今同等進化ですか。うん、6だね。もうすぐ 6? うん、でもこの台放置するわ。え、放置するわ。泳がせるってことですね。そうさあ、まあ後半戦とかっていうわけではないですけど、なんか昼帰ってきたら凱旋回してる人が増えてる。なるほど。あとツインエンジェルだよね、その5台中4台がプラスの状態で、まあ、僕はツインエンジェルの島かなり怪しいんじゃないかなとは思いますけど、ね、ただツインエンジェルね、打ってみたかったんだけど1台とかしかなくて打ってなくて全然知らないのね、はいはい、ボーナスとプチ ART みたいなで乾燥型で、乾燥型みたいな、ボーナス引いててもまあそこでは出さずに最後に出てくるみたいな、はい、1台だけ今空いてるんですよね、唯一マイナスの台、はい、見てみます、はい、全く分かんない状態で打っていい。ツインエンジェルマニアうるさいっすよ、めっちゃ。私ツインエンジェルのなんかブルマの文句言ったらすげえ叩かれましたからね、昔 CS 番組でブルマの文句言ったブルマの文句言ったんだというわけでツインエンジェル移動と。オッケーです。オッケーで す, オッケーです。はーい、皆さんみんな準備できました。ほんとずっと打ってみたかったは、打ってみたかった2好きだったんで。まあそうですよね、皆さん2好きでした、ね、2好きでした、すごくこのイメージはある。バランスはもうめちゃくちゃ良かったですからね、もう何でも知らないよ。まあなんとかなりますって。まあボーナスがポコポコ当たるんですよね。ああビッグで 45% ミドルボーナスで 35% で ARG 入るんですね。結構 ARG は軽いと。そうですね、まあ運動も少ないから。で推測がまあおなじみのサミートロフィーと、はい、特定ボーナス出現率、シェリー確率、ボーナス確定画面などですね。特定ボーナスは何なんだろう。特定ボーナスがですね、チェリー、カバン、各チャンス目からのボーナスに設定差が存在しているものですね。チェリーとスイカとチャンス目、はい、からのボーナス種類、まあ本当に最新台なんで。あ、見てキリン。あ、いきなりキリン。ボーナスがたっぷり。はい、これチャンス目ですね。まあ、滑りチャンス目ってやつです。うん、うん、一本勝負。え、青いよ、大丈夫ですか。なんか中リール中段に、あ、出た、聞いてねえし D チームですね。あー、素敵。中段にかわいい、もう出てきた。あー、まあ、赤ビッグなんで設定差のあるボーナスじゃない。あ、違うの。287ゲーム2000で幸先いいじゃないですか。幸先ってもう今だいぶ2万もうよくない、もはやよくない、ぴったり今6万使ったとこです、はい、私チャンス告知狙って順押しでいいのかな。あれ、25% 認められないの少ないですか。 25% か、しょうがないよ、本当に当たんないんだから。子役を引くほどチャンス、これで予約決まりとか
で、ここでボーナス引けば怪しい確定かな。あれ、なんだこれ、なんだこれ、どうしようかな。当てればいいと思うね。当てればやるといいね。終わりってこと。あ、電卓リップ的な。さあ、水瀬美香フリーズしました。やっぱツインジェルに愛されてんの私。なんでしょう、強めの役とか成立してんのかな。とりあえず普通に狙ってみるけど、あ、すげえ滑った。なるほど。あ、これか。あ、エレーボーナスだ。このボーナスそんな簡単に引けるやつなのかな。スーパービッグは、あ、5957分の1ですよ。あ、セブンプラス。いやる。さあ、128ゲーム、追加投資なしですかね。ない。はい、なしでスペシャルビッグボーナスと。はい。はい、じゃあ、これでやる気も確定したか。まあ、やる気当然確定でしょう。一発だけなのかな、なんか何発以上とかじゃないのかな。まあ、なんかあるでしょうね。まあ、あるでしょうね。はい、ちょっと調べてみますわ。はい。挟んでもいいのかな。あ、そうだ、え、味覚なのかな、挟んだこれ。さあ、というわけでなんか2つ選べるみたいですね、今回バトルモードとノーマルモードみたいな。王道でいきます。はい、まあ前のやつに近いんでしょうね。最後の方でバトルかなんか行って勝てばボーナス。でも一応ワンセットはカウントしてる。ああ、カオスか。これでまた急にカオス、カオス。そんな顔でめでたくない。いいです、いいです。それいける。痛い、痛いやつにしか見てないですから。え、なになになに。まあこれ2セット目じゃなくてないですか。違うんか、こんな長いの。33ゲームですよ、ワンセット。エンジェルインパクトからエンジェルアロー、だから続くってことだよね。はい、なるほど。さすがにあるでしょ。あ、倒しそうじゃないですか。倒した。ボーナス？牛みたいな。さあ、5セット目で5球目ですかね。待機中じゃん。どういうこと？5球目で敵を倒したんですが意味が分かりません。2人して意味が分かった。あ、さすがにね。そうですよね、はい、ボーナス成立。それはそう、なんで今ナビしてたんだろうと思って。あ、パー。これ枚数少ないんだよね。少ないですよ。あ、38ゲームってなってるけど、なんだろうな。なんか前さ、左リング見倒ししたらなんか抽選受けてたよね。だから青ならの枠上とかのイメージ。これ、はい、これだけ抽選してるってことだよね、これでも。いや、昔そうだったなと思い出して。あ、そう、確かにありましたね、うん、そうか。あら、ボーナス？また当たった。面白いじゃないですか、この台。面白くない？面白いよ。やっぱ感想型いいですね。やっぱツインジェルの2に似せて作ってくれてありがとうって感じ。
え？ただ今のはボーナスじゃないって、もう1セットを取ったってことみたいよ。ああ、そうなんだ。まだ続いてます。9球に行きます。え、ついにやられた。あ、ついにやられました。9連でチャンス目にはずも何も起きない。あ、もうこれでストックないと。マジですか。あとは押し順当てるしかないと。チャンス目が、あ、あれ、あって大丈夫だ。なかなか盛り上げますね。あら、さすがにないかな、これで。ある。お、さっきさ、入るときにいつもとセルフ違ったって言ったじゃん。なんか残りスタートとかしてんのかな、はいはい、あ、そうかもしれないですね。ボーナスが全然引けない。なんか別にチェリー落ちないですね。落ちない。5設定の島じゃない。ボーナスしてね。チャンス目は結構引いてんだけど。あー、行っちゃった。当たんないね、全然。あー、ブイ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 。あれ、あー、これ弱いでしょうね。チャンス目バシバシ外すね。またあ、よかった。あ、ボーナス。うん、久々の14件目かな。そうなの、やっと。頼むからミドルはやめてくれ。全然増えないもんね、これ。そうですね。なんだ、また643枚だった。あ、これはさすがに。ボーナスか、ボーナス入ってるか、1名かじゃないですか。当たってますわ、1名ですね。告知されている。途中で終わったよ。え、その続きがあるのかな。まだ十何ゲーム残ってたの。あるんじゃない。やだ。え、あ、よかった。やっとビッグ ERG 中。よかったよ。なんかエレーストックありますね。しかし私があれじゃない、チャンス目とか引いてるからじゃない。あ、なるほど。ここでビッグ一発引ければ1000枚いくんだけどな。C は引いたぞ。あれ、終わっちゃった。そう、888枚、16球。あ、終わった。マジであっさりと終わるときはあっさり終わりますね。ね、やっぱこれ設定感じゃなさそうだね。なんか違っぽいということは、やっぱ多少は甘えたいってことなのかな。1でも
まあ皆さんフリーズ聞いてますからね。あ、そっか。もう一回フリーズ聞こう。まあ話早いですよね。そうだね。紫なのは何回も引く日あるしね。カーデスで。まあ一応皆さんの隣もチネイジェル空いてたんで、その1台マイナスの台ですね、はい、調べましょうか。我々超攻略軍団ですよね。あの僕も隣で打とうかと思います。お前打ちたいだけだろ。いや、まあ実は打ちたいだけって。まあそうだよね、はい、っていうかボーナス当たっても ART 当たんないんですけど。本当ね。この編集部調べ合ってんの。 35% かい。あれ当たってる。なんだよ。文句言ってた。じゃあ皆さん当たるまで S のキュンキュンお送りします。よし、キュンキュンすると、マリーさん、チャンス目。これ多分あれだろうな、ボーナス狙ったら、あら、うわ入ってるくせ。だってこう止まんないですよ、ここ普段。確かに。ほら、告知、いや乾燥型じゃないじゃんこれ。いや乾燥じゃないですか。乾燥してない。え、乾燥してない。してないじゃん。あと27ゲームもあったよ。乾燥型じゃないんで、最初からもうそれ切らないと。僕乾燥型だと思ってました。乾燥型って書いてあった気がするんだけど。じゃあワーワー言っただけでコイン3枚ずつ損してただけなの。そうだよ。さあミカちゃんが当たりました。なんだよミカちゃん。ミカちゃんボーナスです。冗談。これリプレイかな。リプレイですね。バーさっきこう止まってたよね。バーは狙って冗談止まってたよね。バーなんかミドル否定じゃない。2色ビッグかな。お、やっと244ゲーム。あれ、こんなのこと言うんだ。これなんだろう、運転手さんなのかな。来るか、悩み的に合格でした。いや覚えてないですよね。覚えてないね。なんか気になったかと思ってるけど。2000枚出した。2000枚2000枚出したいですね。2000枚出したい。もう12万返ってこなくていい。この台では12万返ってこない、間違いなく。そうですよね。ダメだわー、もう。オムライス。あ、ミドルだ。これすなわち ART 確定だ。イエーイ。18ゲーム。やった、やる気。押してくださいよ。はい、押してくださいよ。やるじゃない、やるじゃない、それしか言わないよね。そっちもやるじゃないしか言わない。いや、そもそもならないんですよ。なんで。なんか ART のストック示唆と設定したらしいんですよね。だからまあ1なんですよね。知らないけど。マジで。あ、終わっちゃいました。ドキドキゾーン。ドキドキゾーンって言ったら大丈夫なんだっけ。いや、ダメ、ダメなの。あ、終わりです。1キュン、1キュンで、1キュンで終わり。チャンス目とか引いたんだけど、だらしねえな。たかが3キュンだろ。さあ、S、3球目か。3球目でビッグ成立です。
やらしい目で見てるでしょうなんかお腹いっぱいになるんですよジロー食った後みたいな気上段にテンパった入ってるんですよ。え、それ出るよ、その出目。え、あ、出るんすか。あ、入ってるね。入ってますね、うん、入ってないって言ったじゃないですか、さっきその出目ですうわ、楽しい、超キュンキュンしてる。嘘くせえな、超キュンキュンしてるいや、本当ですって、超キュンキュンしてますよ。キュンキュンはしないでしょ、楽しいなって思ってるだけでしょ。キュンキュンはしないでしょ。あ、昔の台っぽくて楽しいな。そうだね、停止系でなんか期待度変わるみたいな。見てください、こんなに出ました。私もとっくに出ます。だよ、ね、さあ皆さんはめっちゃ減ってるんですけど、341ゲームハマりと、やっぱ愛が足らないんですよね。いや、あなたでしょそれもっと僕みたいにキュンキュンしないと。何これ、パトルンルンチャンス、なんか某メーカーの興奮させる。何、完全の犬が。なんでもないの。チェリーとカバンから本当に当たったんですね。みなせみかはガンブシです。はい、みなさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあとりあえず本日の結果の方お願いいたします。はい、投資6万。はい、投資6万、回収が最後ツインジェルが331枚なんで全部合わせて、はい、回収1076枚。はい、負けてしまいましたね、またしてもね。いや皆さんの打った凱旋もっと引いてました。そんなこと？そんなことです。いや、それが6でしたとかだったらちょっとハってなるけど。ああ、なるほどなるほど。もっと引いたって。あ、そう。まあ人の引きだからそれは仕方ねえと。うん、まあ10連ぐらいしてましたけどね。まあ気なのうまかったんじゃないですか。なるほど。まあどうなんでしょうね。ちょっとよく分かんなかったですね今日。よく分かんなかったですね。前来た時みたいな状況ではないのかなと。エンジェルもあるとすれば一番左のラインかなっていう感じで、全体系ではなさそうな、まあなさそうでしたね、感じですかね。はい、じゃあまあね、ちょっと頑張っていかないと、ラスベガスが遠のく一方ですから。近づくことあるんですかね。いや、それは皆さん知らないです。最低でももう一人連れていかなきゃいけないじゃん。まあ、なんでですか。いやだ、いや、ひどくない、なんか夫婦みたいじゃんなんですかね、変わるの、流れ変わること。解明とかしてみたのですか。解明するもん、ベッキーミッキーはミッキーミッキーミッキー、ミッキー怒られる私どうやったらスロット勝てるのかもわかんないです、もはや本当わかんないですよね。今回、今って毎回初見の店みたいな店に行くじゃん、はいはい、行ったことない店、まあ、ここは2回目だけど。それはあれですか、その番組に対する苦情。そうですね先生が期待する苦情、苦情ですね、これは完全に。あ、なるほど。もう上から見なせをぜひやりたいっていうオールさんいらっしゃるかもしれないじゃないですか、はい、しかも 上から見なせの日全部6回もするとかいうホールもあるかもしれないじゃないですか。まあ確かにそうですねまあそうしてほしいだけでしょ皆さん。そしたらみんな楽しいでしょ、お客さんも。まあそうですね、いや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 じゃなくても、はい、あのいいホールさんで、うん、いいスポンサーさん、はい、早くそうですね、行きましょう。あの紹介文の方にね、番組の紹介文の方に
私 S のメールアドレス書いてあるんですね。はい、紹介文でそうですね、ホールさん探してますので、はいはい、よろしくお願いします。ぜひお願いします。はい、次回はなんとくまモンで、あ、そうですね、はい、収録なのでぜひ熊本の皆様お越しいただければと思います。そうですね、はい、次回は熊本のホール。私めったに行ったことないです。あ、1回しか行ったことないんで。あ、九州嫌いなんですね。好きです。違います、熊本の依頼がないんですあんまり。あ、なるほどなるほど、はい、ロックオンで1回行ったきりなんで、はい、楽しみにしてます。はい、僕も楽しみにしてます。馬刺しは食べません。あ、馬刺しは食べない。焼酎飲みましょう皆さん、はい。じゃあそれでは次回もお楽しみに。お楽しみに。次回は出します。出します。頑張ります。さよなら。